はい、ハロー YouTube、以前に、メンタリスト DAIGO さんおすすめのロディオーラサプリを使いましたっていう動画を上げさせてもらって、まあ、それも結構何年か前だったんですけど、それが結構ね、視聴回数があって、そのぐらい反響がある気になるアイテムなんかなって思いまして、まあ、また買ったんですよね。僕自身も去年末ぐらいちょっと乱れてたんで、ロディオーラ。結構いろんな会社から出てるみたいなんですけど、僕はこのちょっと何やろ、ナウっていうメーカーさんなんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、アメリカから取り寄せの商品です、うん、でこれ物自体は3000円かな、そんぐらいして60粒入ってます。ちょっと値段違ってたら申し訳ないんですけど、ただ取り寄せるときにさらに送料1000円ぐらいかかるんで4000ぐらいかかるんですよね、確か。ちょっと値段間違ってたらごめんなさい。なんで買うときは2箱ぐらい買った方が多分いいと思います、うん、でちょっとそれ飲んでいこうかなって思うんですけど、ちょっと一緒に、最近僕青汁も僕飲んでるので、1日2袋かな、このプロテインシェーカーで。でプロテインもいろいろ調べた結果、僕自身はこれ5キロあります。プロテインもいろいろ調べた結果、まあ、僕的には今の B レジェンドっていうメーカーのやつがいいかなって思いました。いろいろね、まあ調べてたら、まあ、賛否両論はあるんですけど、とりあえず一つ言えるのは、市販で売ってるザバスは高すぎると、うん、いろいろ調べて個人的に買った方が多分いいと思います。ザバスはね、高すぎる。でこの蜂蜜入れてます、飲みやすいように。じゃあロディオラいきます。基本的に1日1つこんな感じになってます。でこの亜鉛も飲んでます。亜鉛はね、なんだろう、まあ男性は亜鉛はいいらしいっていうね、その筋肉にもいいっていう感じで、筋トレのアブローラーやってるんで、プロテイン飲むとはかどるんですよね。あと、まあ、ついでなんであれなんですけど、これめちゃ人気らしいんですけど、伊藤園の濃茶も飲んでます。体脂肪を減らすガレートガテキンか、っていうんですけど、これもね結構体感的に体脂肪を減る、痩せやすいっていうのは実感してますね。昔ヘルシア茶ってあったんですけど、こういう特保みたいなやつの走りで、それもめちゃくちゃ効果あったんですけど、なんかなくなっちゃいましたね。コンビニとかでも売られなくなっちゃってたんでびっくりしたんですけど、はい、ということで青汁とプロテインと蜂蜜と亜鉛とこの、まあ、今回メインであるこのロディオーラで、伊藤園のガレート型カテキン2倍濃茶と水を入れるっていうね、まあ素人なんですけど、いろいろ、まあ、自分なりのミックスドリンク。まあ自分的にはこれ一杯で、まあ野菜とかタンパク質その他もろもろは摂取してるつもりではあります。でちょっと本題に戻って、ロディオーラの感想なんですけど、ロディオーラがいいって言われてるのは、精神が安定するみたいな、メンタルが安定するっていうのが言われてて、それに関しては、まあ、多分安定してるとは思ってるんですけど、それ以上に自分が体感してるのは、挑戦欲求がめちゃくちゃ出てるような気がするんですよね。なんか今、例えば YouTube でも6月の6日までに、チャンネル登録者数を1111人にするぞとかやってるんですけど、あとその筋トレチャレンジとか、なんかねふつふつとなんかいろいろやりたいっていうね欲求があるんですよね、でもそれって過去の動画でも似たようなこと言ってて、メンタルは安定してるけど、なんか
意欲が湧いてくるっていうのがあって、それが、イコール言い方変えるとメンタルが安定してるから何かに挑戦する意欲が湧いてくるのかなっていうふうにも取れるなって思ったんで、結局精神は安定するのかなっていうふうには思ってます。まあ物は試しですし、こういうのって結局飲んでみて感じてみないと分かんないんですよね。まあそれも1日2日じゃ分かんないかもしれないし、生活が荒れ果てすぎてたらリカバーしできないと思いますからね。あのお酒でもウコンの力効く人効かない人いますけど、それって酒を飲みすぎまくった人にはリカバリーしきれないんですよね、そのウコンの力だけだったら。でもロディオラでも同じで、生活が荒れ果てすぎてたら、ロディオラだけじゃリカバリーできないから、ちゃんと自分自身でもセルフケアっていうのは大事、にしておかないと効果は、聞きづらいと思ってます。はい、ということでね、あのロディオラって結構気になってる人多いと思うし、僕も気になってて、このね何年か前に使ってみてちょこちょこ使ってるんですけど、成果としてはこのように感じれてるんで、よかったら気になった方、こう参考になればいいなと思ってます。ということで、ケンマクラジオです。ありがとうございました。